こここはどこかしらえごごめんなさいあら可愛い,い子でも俺そういうぶりっ子系はぬっぽい見た目の人がはあんまり好きじゃないなはあ、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 えどどうしたの 変な男の人に追われてるんですえそうだなのととりあえずこの中に入ってこんな声でいいんだろうかうわあなんか異世界に繋がりそうな開き方したい今 <laughs> 大丈夫この中入ったらさなんか幽霊が歩き回っている学校とかに着かない大丈夫動く人形とか出てこない 平田たたかこいう名前の「はあはあ」とた助けてくれてありがとう大丈 <laughs> だじょうぶだったううんキャ,キャハ言うてるやん <laughs> すぐそこに休憩室があったら休んでいこうえ 何を感じ取った今 <laughs> ここだよさあ入って入って怪しいさあ座って座ってあちょっと待ってこれ出された飲み物にさ薬入ってるパターンとかそういうそういう流れになってきそうな気感じの流れになってる飲み物出てきたら飲まない方がいいよあありがとう なんかこの人見たことがある気がするそういえば本当嬉しいにゃえルナちゃんはって <laughs> 私ここでアイドルをやってるのえアイドルなのあんま売れてない地下アイドルだけどねおいおい アイドルはもうユリさんだけで大丈夫やぞお前。色欲のアイドルはもう色欲のアイドルはユリさんっていうもう相場が決まってるよ。たまにすごい顔するけどあそうだえっハハハハスハハ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 ニハハ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 ハ 名刺をパって出して笑わせに来る感じ。テルクとなんか似てるところがあるな。わあかわいい。さっきからルナちゃんの様子がおかしい。わ、私の名前は、姫野ゆりです。ルナでーす。<laughs> ルナちゃん、かわいいにゃー。へ、へーへー。へーへーへー。 へへへへ。<laughs> やばい。ルナちゃんが魂抜かえた。やばい、この女の子。おん <laughs> 人の魂を抜き取る能力があるのか。スタンドかスタンドなのか。大抵て、ルナちゃん、助けてもらったんだから。二人はどうして終わってたの何何か悪いことしたのしたのなんかしたような感じで閉じ詰めてくるの。やめて。 スマホを買いに来て裏通りを歩いてたら突然変な人男に盗撮されたの。走っても逃げても追いつけてしまって。ははは変な人が多いから気をつけないとそうだね変な人が多いねは <laughs> ルルナちゃんなぜこの子に対してそんなに敵にむき出しなのあ自分の。 可愛い女の子ポジションを奪われそうになってるっていうそういう自覚があるんだろうねここで休んだら出ていくといいよ変態さんもいなくなってると思うしテフィブル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 ありがとうこんなに優しくしてくれて困った時はお互い様ですわ ところで、この建物は何なのここ、ライブハウスだよ。ライブハウスか。お客さんを集めてライブをするんだよ。わあ<ー>。せっだし、ステイトが見てみるえー、帰ります。ラジャーン続投はまずいって せっかくだけど夜も遅いし帰ろうかなーっておっとゆりさん大人の対応ルナちゃんのためにも帰えるほうの選んだんだなてかスマホは <laughs> そう <laughs> それじゃあ玄関まで行こっかよかったらまた来ってねぷー,プーももちろんよいえあけぼらにはやむくね また来るね <laughs> うんうん、また来てねルナちゃんの中の悪夢が目覚めだしたね、これ。<laughs> わわめ,めっちゃ待ってるやんめっちゃ待てるやん撮った写真をどうするつもりだメルカリで売るのか これでさあの男の前にニナちゃんが現れ出てきてさそのニナちゃんが男に対して「お父さん?」って言うたらちょっと俺ドン引きします。<laughs> やめてって感じになります。<laughs> ルナちゃんさっきの態度はまずいよ。だってキャラを作ってるんだもん。なんか嘘をつけてるような気がしていい子だと思うよ。 そうかなぁリナちゃんはちょっとルナちゃんよりちょっと年上なんかなこの身長からしてまあルナちゃんが何歳なのかも分からんけどねあれ,あれハワはわわ地下の先が行き止まりになってるよえ <laughs> あれどうしてカビになってるの <laughs> あれ案内したのは君だよねニーラちゃんそういうのは面白くないよ <laughs> ち、違うよ <laughs> でもこの喋り方されたらさ、わざと笑わすために道間違えたみたいな感じになったのも <laughs>。違うよな。夢にな。夢かこれ。廊下が壁に変わったルナちゃん、これって、例の見る夢なんじゃ。 ゆりさん、何でも霊と結びつけるのはよくないよ。ニーナちゃんの天然が出ちゃったのかもしれないでしょ。<laughs> そういうルナちゃんこそさ、ニーナちゃんのことを疑うのよくないよ。ああ、かわいいね、かわいいね。ははかわいいと思ってないやつだね、それは。でもルナちゃん、通路が壁に変わるなんて、霊の仕事としか思えないよ。<laughs> こんなのどう考えてもおかしいよ。 アンビリバボー二人ともなんなのじゃあ仮にこれが例の夢のみるだったとしてましやここに誰か死んだ人がいますかそれは誰？<laughs> すごいルナちゃんがすごいことになったルナちゃんの声がチェリちゃんっぽくなったよそれはわかんないけどんここで死んだ人なんていないと思うよーほーらやっぱり どうしたんルナちゃん声がチェリーちゃんっぽくなったぞリーナちゃん確かにこの道だったよね間違いないよ私もそう思うけどへえ二人でもしっかりしてやっていうかルナちゃんもこの道を通って休憩室にいたの覚えてるでしょええどうなの この道、通ったね。いやあルナちゃんも、リナちゃんにちょっとキャラ寄せてきたぶりっになっちゃったなんなのゆりさん、まだ謎は多いけど、これは例の見る夢のせいなんだとは思う。やっと見た目だったのね、ルナちゃん。<laughs> 強情だな。ねえねえ、夢ってどういうこと例の見る夢っていうのは、死者が霊力で作り出す世界のことだよ。 今と同じように建物の構造を変えたりして人々を夢に引きずり込むのこのライブホウスに入った時いつの間にか夢に引きずり込まれていたのかもでも私が夢には入っても気づけないなんてこれが初めてだよあいつもは気づいとったよななんかいつもと違うパターンの夢なんやなえそうなの何かが違うんやなうん 夢に入るときは必ず頭痛のような変化を感じるから絶対にわかるはずだよ。ああ <laughs> だけど、今回は気づけなかった。こんなのよっぽど強い霊力を持った霊がいるしか思えない。でも、それは誰だろう。強かったから気づかんかったもんな。強い霊っていうのは、あの、存在を隠せるようなもんなんかな。な、これ。ルナのつ入り物です。 夢を作って犯人だと思われる人物を選んでください。<laughs> どうせ自分自身も <laughs>、自分自身も、対象に選んでるんや、お前は。<laughs> え、もしかして私がやったのみた <laughs> いな。ない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  <laughs> どうしても謎の男しか出てこない <laughs>。これでニナちゃん選ばれたら、<laughs> あでもルナちゃんさ、ニーナちゃんのことう疑っとうけさ、そのまま疑ったままで一個行ってみようか。ニーナちゃんって専も捨てがたいよね。 ライブハウスの前にいたし、何よりブリックなのが嘘くさいよ。可愛ければ夢を作っても許されると思ってるのかなえ <laughs> 謎の男ならわかるけどさ、他のも見ちゃおう、これ。自分自身。そうです。私が犯人です。って、なんでやねん下手くそははは。乗 <laughs> り,りつっこめ下手くそー私は夢に入ることはできるけど、作り出すことはできません ジョガイじゃ最初から入れるな。ゆりさんの場合はゆりさん、怪しいとと思ってたよ。今まで一緒に出かけることもなかったし、たまにすごい顔見せたし、なんか怪しいよね。あの顔見たことあるんかい。ルアちゃん目とったんか。<laughs> あれでもスマホを買いに行こうって言い出したのはあ、私だ。ジョガイ 結局こうなるのが謎の男だよねやっぱりあとこあの男の人が線が濃厚だよね追いかけてきた理由もこの夢に追い込むことだったと思えば納得いくよねしかも写真撮ってるし怪しすぎるよ考えられる容疑者は2人いるでも私はお兄ちゃんみたいに頭が良くないから証拠を集められないかも早くお兄ちゃんに連絡しなくちゃ 捉えてる。今も捉えてる。キャッ。おるの。おるしーなあー、当たり前のようにおるねー。関係者以外立ち入りきりたよー。あ、あの人。ここまで追ってきたのっていうか、なんでここが分かったのって感じだけど。うわあゆ、夢が赤く染まった。やっぱりあの人が霊なの 見えつけたーやばい。悪霊が初めて男性のパターンやな、これ。どれもいいわ、そんなこと。ただただ写真を撮っているだけなのに、この恐怖感、恐ろしいですね。オタクって恐ろしいですね。でも、そんな偏見を見てちゃダメだよ。この謎の男は特別なタイプだよ。みんな、オタクは基本いいやつだから。 あ,あ、また定的なやつじゃ。ちょっと待って。これ使えるんやけど。正直結構使えるやつなんやけど、これ。どうすかどうすかいや、や、ちょっと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 追いかけてくるのでやめてください。てかカメラバンバン撮りまくって、もう撮り、撮ったでしょ。もういっぱい撮ったでしょ。メルカリで1枚10円ぐらいでは売れるでしょ。休憩室に入ろう はあ、休憩室も赤く染まっている。あの男が現れたから夢が赤くなったよ。ま、まさかあの男が夢を作った霊なのき、きっとそうだよ。うわあ,あ,あ、おいおいおい、ドタドタやってるけどさ、霊ってカビを吸い抜けれるんでなかったっけこの絵実はあんまり意味ないぞ、お前。<laughs> 来たよ。 ニーナー呼ばれてるえな、な、やっぱお父さんなのお父さんなのニーナちゃん呼んでるよえ知ってる人なの私あんな人知らないよお父さんじゃないらしい。いや、お父さんってさ、娘の運動会のさ、姿とかバリバリと今来るタイプやけんさ、そういう感じかなと思ったら、違うんやね。分かってたよ、違うって俺。 ルナちゃん、テルに電話して。で、でも、ここじゃすぐに動画が交差しちゃうよ。動画に隠れなきゃ。来たえ、<laughs> 連写モード <laughs>。やめろ、連写モード。お前。またや、もう。疲れるんやって。疲れるんやって。 ぶっちゃけ走りる2、走より二人、よりも疲れるんやって、指が。指が疲れるんやって。しかも,も、写真撮りすぎ、そろそろ。それデジタルカメラじゃなくて、あの、昔のフィルムのやつだろう。そろそろ限度来とるやろう。撮る限度もう撮れんようにっとるだろう。<laughs> ロッカーがあるよ。とりあえず、あの中に隠れよう。 あなあ、ニーナちゃん、あの男お前の親戚とかじゃないの。え、夜遅いから心配して、えー、迎えに来てくれってるとかそういうじゃない。違うあ違うの。うん早く、お兄ちゃんに電話しなきゃ。ちょっと待って、ルナちゃん。電話するのは、あの男が言ってからよ。おお、わかってるね。さすが同じ展開で、実は、例の側にいたことがあるタイプのゆりさん。 そういや、こういう感じでテルてるくんがかけてたのよささがしとったもんな二つ前のまえの輪はえどうこでしつこいなルナちゃんその赤い糸電話、他の人から見えるの気づいてるえそうなのいや見たことあるもん <laughs> ゆりさん見たことあるもんなそういややっぱり気づいてなかったのね 今電話したらあの男から見えてしまうどこに行ったら電話してわ分わかったよめっちゃ名前呼んでるやんえこれニーナちゃんをさ差し出したらさユリさんと <laughs> ルナちゃんは逃げれるっていう寸法じゃないの置き去りにしちゃうね置き去りにしちゃう往復してる <laughs> こいつめっちゃ往復してるやん <laughs> あっだ いったみたいねあの男何者なのニーナちゃんを狙ってみたいだよねということはアイ,ドル男のアイドルオタクのレイええー、怖すぎだよ <laughs> おもうあの写真を変質なぐらいに追いかけてくるあたりがもうレイじゃなくても怖いけどねルナちゃん 赤い糸電話をかけてテルに助けてもらおうオッケーだよテロペロねえねえ赤い糸電話ってなあにこれはね私とお兄ちゃんだけが話せる特別な電話だよああよくよく考えてみればさそれじゃなかったら別にスマホいらなくね <laughs> 私とお兄ちゃんは赤い糸で盗まれてるの照れないで早く電話して <laughs> はー <laughs> これよな、これが見えて、二つの前の場はさ、ゆりさんに見つかってさ、てるがめちゃくちゃ逃げまくいよったんよな、てるくんが。孤独のオロッカーやって <laughs>。なんか有名なスポットみたいな、海外にある有名なスポットみたいな感じの名前つけるな、<laughs> あ、でも仕事しようよな。あ、キラ先輩治ったんじゃ、完全に。キラ先輩、 今日の龍河さん、厳しいですね。ああ。やっぱり、チェリーちゃん、が実の兄だと暴れたのが相当ショックだったらしいんだ。しばらく、霊退治はできねえな。はい、<laughs> いや、そもそも、関係ないあなたは巻き込めませんけどね。あのことを、そんなに気にしてたんですね。霊退治に、キラ先輩は来なくていいですからね。 わかってるよ若手ないなその言い方おっ来ましたつながりましたお兄ちゃんどうしたルナお兄ちゃん助けてルナどうしたんだアケボラのライブハウスでレーンドに見る夢に引きずり込まれちゃったのなんだって大丈夫かユリーさんも一緒か アイドルの星野ニナちゃんも一緒だよ星野ニナうんニーナちゃんを狙っている変な男の人に追われて隠れているんだよ私も写真撮られちゃった <laughs> いくら,くらい <laughs> ぐらいで売れるかな1枚5000円くらいで売れるかなもっと高く売れないかな <laughs> なんだと今のなんだとの言い方はテルク シスコンの疑いありそんな強さでしたお兄ちゃん早く助けに来て分かったルナすぐに行くなんか写真を撮られただとふざけやがってその男が霊なのか盗撮犯か霊,な霊になったのかとにかく急いで行かなければキラー先輩、うん、すいません秋葉行ってきます てレイ大事か嬉しそうに言わないでください <laughs> また出た <laughs> もうあれからずっと持ってましたみたいな感じに出すなお前これを持っていけやちょスレージハンマーを持っていくんですかこれから電車に乗るんですけど <laughs> ダメだ電車に乗ったらアウトレイジの世界になってる <laughs> これ持って電車に乗ったらアウトレイジの世界だよ <laughs> 店のことを任せろ男になって来い もう、キラ先輩から受け継ぎました <laughs> 早く行け走れはいちょー出た <laughs> もうその顔がもう、なんか、定番になってきましたね。リュウガさん。<laughs> 頑張ってください、リュウガさん。ルパンはよろしくお願いします。 ニーナが所属するストロベリースターズを名刺だよストロベリースターかっこ1号星から地球のみんなに笑顔を届けにやってきましたにゃんゆうこり2世